線に落ち込んだとかってもなくて、あ、そうなんですね。まあそのフィーリングが良かったんで、その怪我をしてたんですけど、なんか痛みとかすごい特段あったわけじゃなかったんで、まあ最後の試合出れたらいいなみたいなスタンスでしたけど、本来かかるであろう時間よりかはまあ短い段階で復帰できるだろうなっていう目で渡ってるんで、だからまあそんなに特に何か特段落ち込んだとかはないですね。まあ、もちろんこれで例えばワールドカップとかなんかそう大きな大会が重なってるのであれば、もちろん感じるものはあったかもしれないですけど、ただその自己的なものだったりして、その自分の準備不足とか、そのなんだろうな、自分のが要因で起こった怪我ではなかったので、まあしょうがない部分もありながら、そんなになんかあんまり本当になんかそんなに怪我しちゃったなっていう感じで、割と冷静に。そうですね、はい、そんなに落ち込みはなかったですね。そうですね、まあ、そこがまあ一番というか、まあ分かりやすい目標ではあるのかなと思いますね。さ、復帰して、まあ、そこに入るっていうのが、はい、それが、まあ、分かりやすいだけであって、まあ別にそれが全てでもないので、まあ、復帰して、まあ、サッカーをやるっていうのが、まあ、今は一番大事なことかなと思いますね。切れてるんで靭帯、それを早くすることは結構難しいので、筋肉系とかだったらこう痛くてもできるのはありますけど、靭帯とかだともう基本的にそうです、もう時間が解決するので、あ、そこはなんか特別何かっていうのはないですね。なるほど。もうあとはじゃあサッカーのパフォーマンスで仕上げていくだけで、日常生活で痛みがあるとかはもうないってことですか？そうですね、基本的にはないので、あとはだからこれをいかにこう本当に何もないぐらい痛みをゼロにしていくかっていう感じで、うん、まあ、やっぱやればもちろん リバウンドで痛みを感じる時も来るので、それをこう将来的に何だろう、どんどん痛くなるっていうのを防ぐために、まあ今はなるべく痛みをゼロにするっていうのは心がけてますね。そうですね、まあ正直代表とかっていうのは何だろう、周りが評価して入れるものなんで、はい、素晴らしい選手が入れるかと言われてそうではないので、だから自分のやるべきことができる範囲が増えていくっていう作業が一番大事なので、それはまあどこにいてもやらなきゃいけないことですし、まあ、そこが結果としてどう現れるかっていうのが、まあ代表であり、まあ、クラブであり、あのクラブでの数字だと思うんで、そこは何だろう、そこにとらわれすぎずに自分のやるべきことをやることが一番の近道なのかなと思ってますね。シーズン中は、まあ、朝起きて練習がまあ11時とかなので、まあ、朝もそんな早くないので練習行って帰ってきて昼ご飯食べたら2時3時ぐらいなので、まあ、そこからまあちょっと昼寝して、そこからもう一回トレーニング行くときはトレーニングしたり、しないときはもうリラックスはしてますね。本読んだり、まあ、サッカーを見ることもまあありますけど、まあ、そんなにないかな、リアルタイムで見たいので。だから、まあ、本読んだり、まあ、YouTube 見たり、 YouTube を見て勉強したいので、そのなんかこうエンタメの YouTube を見ることはあんまないですね。サッカーもサッカーで勉強しつつも、だそれを考えすぎてもなんかちょっと苦しくなるんで、サッカー以外の、それはまあ睡眠とか栄養とかもちろんありますし、なんかいろんな人の知識とか考えてることを知るのは、まあ、本もそうですけど、なんか面白いなと思いますね。まあ、オフはそんなにきっちりはしたくないんで、うん、あれですけど、まあ、シーズン中はそんなに、まあ、食べるものと食べるタイミングと質はやっぱ選ぶようにしてますね。甘いもの好きじゃなかったんですよ、もともと日本にいるときは。しょっぱいのが好きで、向こう行って甘いもんが好きになったというか、そこから和菓子を食べ始めて、ああ和菓子ってこんな美味しいんだってなってから甘いもんを好きになり始めちゃいましたね。空港で最後買って、あの入った後にどら焼きを買って向こうで食べた時のどら焼きがうますぎて、そこから和菓子にはまって甘いもんが好きになっちゃったんですね。
そのシーズン中はやはりそういうのを避けて。そうですね、もうだから本当試合後のご褒美とかでしか食べないですね。料理します。作んないですね、でも焼くだけ。たまに本当に休みがあるときにすごいなんか作り置きをするぐらいで、基本的には焼くだけで、あんま調理をしたものは食べないかもしれないですね。いろんなものを足さなきゃいけないじゃないですか、どんどん味付けすると。それも嫌なんで僕で、同じものを食えるタイプの人間なんで。あ、食事っていうタイプじゃないんですよ、その栄養っていう感じで食べてるんで、それが美味しかろうがまずかろうが正直どっちでもいいっていうタイプなので、だからあんまり何か特別味付けをするっていうよりかは本当に塩コショウでそのまま食べることも多いです。だから塩をいろいろ変えたりするぐらいですね。まあ明確に数字かなと思いますね、そこだけだと思ってるんで正直。はい、それが出ればより分かりやすいだろうなっていう、それ以外正直そんなに、もちろんまだまだ足りないところありますけど、手応えも十分あるし、はい、あのそんなになんか何かができてないってわけでもないので、そこの数字がつけば自分自身の満足感と、まあ、自信もつくだろうし、まあ、周りからの見られ方も変わるんで、まあ、そこがまあすごく大事なところかな、必要なところかなと思いますね。課題を探そうと思えばいくらでも出てきちゃうんで正直。なるほど。だからなんだろう、そこをもちろん考えますし、フィジカルやろうっていうのは永遠の課題なので、はい、なんか別に自分がどこにいて結果を残したから僕はそれをクリアしましたっていうわけでもないのが現実なんで、そこはそのどんな時でも技術もフィジカルもメンタルもやらなきゃいけないなっていう気持ちではいます。現役である以上はもうその3つは永遠にやる、はいはい、まあ人それぞれだと思いますし、まあそのどこを目指してるかだと思うので、そのために僕が目指しているところに、僕自身が目指しているものに対して僕が行きたいのであれば全てを犠牲しなきゃいけないだろうし、それをどっかで諦めてしまえばある程度なんだろう、自分のやりたいことや好きなことをしてもいいだろうし、そこはもう自分次第かなと思いますね。将来的にプレーしたいリーグはまあ正直高ければまあどこでもいいので、クラブも。ただその自分のレベルが高ければ正直どこでもいいっていうのもあるんで、ただそのステップをやっぱり踏んでいかなきゃいけないとは思うので、まあ、それを踏み始めたいなと思いますし、まあ、あとはでも結局まあ自分自身なので、まあ、自分が何をやれるかっていうのが一番大事なので、まあ、環境が変わることもあれば変わらないこともあるだろうし、まあ、その環境の中で常に一番を目指してやるっていうのが、まあ、今までのサッカー人生もそうだったし、まあ、これからもそうだと思うので、そこはこれからも今までもこれからもそんな変わんないのかなと思いますね。筋肉のやっぱ弾力性もすごくあって、体も柔らかくて、本当に最初触った時はすごいなって思ったし、何かこうケアとかしているのかなってもう感じたし、自分でやれるぐらいのはやってましたけど、人に何かをしてもらうっていうのは、まあ、若かったんで、まあ、そもそもやってもらえる環境はあるんですけど、そもそもねやっぱその、いや若いのに、ねっていうやっぱありますから、自分の中で。それに頼る前にやれるべきことを自分でやる、そこに頼っちゃうと、その自分でやるべきことをおろそかにしてそこに行くのは違うなっていうのがあるので、若い時はそんなにだからほぼほぼ受けたことなかったです、言ってた。そう、初めて会った時に初めてだっていうのを言ってたのを覚えてます。いろいろあるですね。だからトレーニングもそうだし治療もそうだし、いろんなその栄養とか、その僕も勉強してるけど僕レベルじゃ追いつかないところまで知ってる方なので、だからもう学ぶことしかなかったですね僕は。それはだからもちろん治療ももちろんそうですけど、治療じゃないところでも
いろんなものを教えて、食事とかそのいろんな ケアの方法とか体のことについてとか、それはいろんなことを知る機会をまたくれるので、すごいいろんなものをその一回一回でなんかこう吸収しきれてはないですけど、知ることはできてますね。特別心配なことはなくて、あ、そうなんですね、はい、たくさんそういう方もいっぱいいて、はい、そうで、やっぱり青くん自身もなんだろう、こうそれも人生の一つっていう考え方 でやっぱりそれを見た周りの子供たちとか同じようなね、青くん目指してる子たちもどうやって乗り越えるのかなって多分見ていると思ってて、まあ、まさにそうです、はい、で青くん自身がやっぱり本当にすごくいいチャンスと捉えてる人なので、うん、なんかそこを応援したいなと思うし、まあ、実際人体が切れてるってなると焦る方もいるけど、やっぱり焦る人と焦らない人の治りの違いっていうのもあるので、うん、ね、もう事実は変わらないんだけど、それをどう捉えるかっていう、そう、実際に本当にまずいと思ってまずいんだよダメだよってやってるとどんどん悪い方向に行っちゃうんですけど、多分そういうものも、まあ、小さい頃から学んでると思うんですけど、それを俺はもう大丈夫だよって、もうこんなプレーをしていくしこうだよって未来を見てる姿が本当にもう怪我した時から治ってるなっていう状態を作り出してるし、そう、それは本当にすごいなって思いますね。どうしよう、まずい、どれぐらいかかんだろう、もうダメだ、一日つらい、痛いっていう人が多い中、そこを本当にプラスの言葉だったりそういう表情動作でやってるってところがさすがだなっていうか、青くん常にこう、なんだろう、スポンジがもう何でも吸収できるような人で、素直な人なんです。そう、そしてやっぱりサッカーでもすごく活躍してるし、人としてもそのなんだろう、子供たちを応援してくれたり、なんだこう、応援してくれてる人を応援してくれたり、大切にしてくれてる、大切にしたい人をここ大切にしてくれて、人間としてもすごくて、サッカーとしてもすごいっていう、その両輪がちゃんと重なってて、その本当の根源っていうのは、なんだろう、こう愛のある人で、なんだろうな、こう本当にスポンジが吸収力が高いっていうかね、そういうところがあります。愛があるっていうらしいですらしいです、そう、真面目だしね、まあ本当に、まあ、温かいのと、まあその仕事がどうとか、マッサージがすごいとか、いろんなものを教えてくれるとか、それももちろんすごいんですけど、何よりもなんかこう全てをこう、まあその愛情じゃないですけどを届けてくれる、その力強さはすごく感じますし、なんだろうな、本当にいろんなものを与えてくれるとか、それはなんだろう、知識や情報ももちろんそうですけど、愛情とか、まあ、気持ちとかそういうものもそうですし、まあ、それをこう受け取る量と回数は、僕はそのジンさんと一緒にいる時はすごく多いなというふうに思いますし、だからこそもちろんそのプレーで応えたい部分はやっぱりあるというか、この人のために頑張らないと、もちろんそのサッカーが全てじゃないので、正直それ以外でももちろんやれることはもちろんありますけど、でもやっぱ一番はピッチの上で恩返しすることが全てなので、そこはなんだろう、自分がこうなんだろうな、苦しくなったりとかした時に、いや僕はなんかこういろんな人に支えられてるんだから、僕はここで頑張んなきゃいけないなと思って、そういうことを頑張れるエネルギーを与えてくれる人だなと思います。